バーチャルファイター5 Xbox 360版ライブアリーナプレイステーション3版ファイナルショーダウンの違いは CPU の優れているプレイステーション3 GPU が優れた Xbox 360ハードの性能差などどこまで出るのか。それでは動画スタート。まずはオープニング比較していきましょう。タイトルが違うんで多分違うと思います。オープニングでございます。それではスタート。はい、ファイナルショーダウン終わり。あとはライブアリーナのオープニング見てください。キャラ選択の違いなんですが、ファイナルショーダウンは高嵐の復活キャラと新キャラクターのねジャン・コージが使います。まずはプレイステーション行きますよ。ちなみにプレイステーションはまあダウンロード版しかないのでダウンロードです。で Xbox 版はメディアでじいじい読み込んでおります。多分その差も出ると思います。もうプレイステーション来ました。まあダウンロード版ハードディスクからという雑誌なんで早いですよね。はい、プレステ3版27秒、 Xbox Plus X 版31秒、約4秒差です。これは、まあ、メディアの読み出しの速度の差もあると思いますよ。なんでもしかしたら Xbox 版の方が早い。それではね、ステージとキャラクターの比較いきましょう。エルブレイズルチャリブレー、ちっちゃいんですよね。マスクマン、マスクレッサーでございます。さあ見ていきましょう。違いますからね。それでは Xbox 版から見てください。はい、プレイステーション3番、こっちはオクタゴンリングになっております。全く別ステージになってます。同じバーチャファイルですが、はい、ジャッキーステージ行きましょう。同キャラ対戦でございます。ジャッキーブラウンはブライアント、こっちは街中ですね両方。それでは Xbox 版から行きましょう。はい、プレイステーション3番、こちらのステージもだいぶ違います。キャラ
ーブが増えてきた。はい、ダブル、ダブル KO、 ダブル、もうあれですね。はい、次は兄弟対決、サラ・ブライアント。さあ行きましょう、サラ戦。サラステージはどうなってる。でもやばい、ステージは一緒。サラのステージは比較的近い。はい、ジェフリーステージ見ていきましょう。結構ここまで見ても違いますね、ステージが。マンタンの太さが違う。はい、勝利。それでは同時に、はい、パイチェーン行きましょう。パイステージ全然違うじゃん。怪我しても知らないわよ。Round 1 Ready Go。 同時じゃない、 Xbox 版から。はい、それではリオン行きましょう。リオンステージはどうなってるの。あ、色が違う。はい、Xbox。
特徴も全然違いますね。行きましょう、アイリーン。アイリーン戦行きましょう。舐めないでね。後ろの建物が違うな。あ、水が溜まってますね。 Xbox 版は。プレイステーション3版ファイナルショーダウンはね、砂になっております。こんな違いがありますね。こう見ると全然。はい、勝利。さあ、どんどん行きますよ。ベネッサ・ロイソーということで、もう朝と夕方みたいな、もう全く違います。 You know what you're getting yourself into. Round 1. Ready? Go! はい、 Xbox 版柵がないですよね。はい、プレイステーション3版柵があるオクタゴンスオクタゴンです。オクタゴン。オクタゴンの柵。柵。はい、同時。全然違うステージ。はい、影丸ステージはどうなってる？影丸ステージ。早き風の舞い。Round 1. Ready? Go!桜じゃない。こちらの方も全く別ステージになってますね。はい、勝ちました。はい、来ました。日の神 GO! 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 ということで、どうなってるステージ、明らかに違う。燃えてやがるぜ、ファイナルショーダウン。遊ぼうぜ。 Round 1. Ready? Go!はい、同時。こちらも全然イメージが全く違うステージになってますね。はい、
さあ次はアキラでございます、ね、八極拳の使いアキラ、八極拳といえばアキラ、ね、時は来たね、この時を待ってたぜ。アキラ星人全く違う、こちらも全く違う、この味が違います。アキラを倒したらボーナスステージ、そうデュアルでございます。デュラル行きましょう。デュラルステージ全く違う、いやステージは一緒だけど違うな。ライフワン、レディーゴー。はい、まずは XBOX、 なんか石像みたいですよね。はい、プレイステーション3、もうこれ金属、液体金属みたいな感じでね、このこれがデュアルポイントですよね。エクセレント。はい、同時。はい、ということでね、Xbox 版は負けてしまいました。プレイステーション3は感じました。ということで今回はバーチャファイター5、Xbox 版のライブアリーナとプレイステーション2版の3版のショーダウンを比較しました。ハードの性能はね、プレイステーション3の方が CPU に優れており、Xbox の方が CPU に優れています。なのでね、もしかしたらね、メディアから読み出しっていうことを考えたら、処理速度は Xbox の方が速いのかな、そんな感じがしました。で、ステージの方はね、別ステージになってましたね、結構ね。ということで、今回の動画はここまで。今は Xbox 版の音を聞いております。今、プレステ3に変わりました。ということで、今回の動画はここまで。また次回ね、別の動画も作っていくので、そちらもよろしくお願いします。それでは今回の動画はここまで。皆さんはしばしエンディングをお楽しみください。それではバイ。